将来くん。心の半分、俺が昔お前に渡したものだ。一度封印が切れたものを、その魔術師がお前に戻そうとしたんだな。その奪われた左目と共に。けれど、一度消えた封印はもうどんな方法を使っても戻らない。魔術師も分かっていたんだろう。それでもかけたんだ、可能性に。俺はお前の右目を通してずっと見てきた。お前が出会った出来事や人たちを。あの姫を一番大事だと思ったのは俺の心じゃない、お前だろう。俺がお前に心の半分を渡したとき、鏡越しに言ったな。右目の封印が解けて、俺の心がお前から離れるまでに、お前自身の心が生まれることに、俺は賭けると。お前が過ごした日々と人たちの中で、お前自身の心が育つのを信じると。けれど、もし、右目の封印が切れるほどの時が過ぎても間に合わず、お前に心がなければ、作ったものが強いるままにただ暴走を続けるのなら、俺がお前を消すと。大抵将来お前、その胸の門は。あなたの母上を殺めた者の紋章だ。